オタハの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日はアップグレードキットのレビューというわけで、今日紹介するおもちゃは、これだありがとね。マスターピースアイアンハイドアップグレードパーツ SFM03 だ <laughs> というわけで、今日はこのマスターピースアイアンハイドのアップグレードをします。ちなみにこの03は、 同じ方のラチェットのパーツも発売されています。あ、そうそうそう。そう、今日はね、あの、僕の友達が来てて、アシスタントの、ブレードです。中国のお友達、ブレードさんが、あの、秘密基地に来ています。というわけでね、あの、作業中サポートしてくれます。もうパッと見た感じ。これが、その車体の側。あとはタイヤのパーツ。ドライバーに、ビス。ま、あこういった一式が入っています。で、背面はこのようになっていて、ステップが全部で4つ。 これに取り付けると、この側がなくなると。まあ、自分ちょっとまだやったことがないから、どういう風になるかわからないので、早速、これ取り付けていきましょう。じゃん中に入っているものはこのパーツ。これが左右でちょっとわかりづらいんで、今説明します。加工する場所はここ。これ今、アイアンハイドの後ろ側なんですけども、このピンがありますよね。で、ここを引っ張る。この引っ張った軸がこれになります。 で、向きはこうです。で、このキットのパーツも同様に、ここが曲がります。で、この腰とロックするジョイントがあります。なので、向きはこうです。ここれが右側。で、こっちが左側。さあ次。これにも向きがあります。こうですね。こっちが右側。こっちが左側。このパーツ、ちょっと説明したいんですけども、ここの欠けているところから、 このように、こう見えますかね。こういうふうに稼動します。これ初回動かすとき、僕は硬かったです。なので、あの、取り付ける前に、メンテナンスシリコンスプレー、これを吹いて調整してやります。ここを、なんていうのかな、硬いまま、こうガシガシ動かすと、この部分が、なんていうのかな、あの、多分なんだけど塗装が施されています。ここすごい光沢感がありますよね。これが削れてしまうかもしれないんで、よく鳴らしておいてください。 うまくいくと、息切るとクリックがあります。こそれから、ネジ。全部で5個入っていて、サイズは全部同じです。これなくさないようにしてください。そして、付属の精密ドライバーが入っています。まあ、この精密ドライバーは、まあ、これを使ってもいいし、いつも使い慣れてるやつで使っても大丈夫。さあ、というわけで、アップグレード、開始だまずは本体なんですけども、主に上半身、それから下半身で、それぞれの工程があります。なので、上半身、後半、 下半身を分けます。ここ。一箇所。二箇所。そして三箇所。ここにあるビスを外します。ちょっと省略します。三箇所。ここのビスを外すと、この腰パーツ。これが前後のパーツになっています。これをこのまま取り外すと、 このように分かれます。で、上半身は、このカバーを開くと、いくつかビスがありますよね。一番下のこれ、この両側を外します。さあ、そしたら、これ取り付ける前にちょっと説明したいんですけど、本体のここに穴が開いています。このアップグレードパーツにも、 突起があります。これ。ここを噛み合わせるようにして、このようにします。そしたら、付属のビス。これを使って、ネジを締めます。いやー、こうやって作業するのすごい楽しい。そしたら、反対側も同様の工程。 これで上半身の完成。というわけでね、ちょっとこの状態でどういう風になってるかっていうのを説明します。ここ。さっき言ってたところですね。ロボットモードに変形させるとき、ここを開いて、で、こうやって被せるんじゃなくて、こうちょっと下から、こういう風にやると、フロントのパーツが来ます。で、再び、これを押し込めば、これで上半身の完成。 さあ次は下半身。下半身のパーツは今2つあります。腰の前のパーツ。それから足がついているパーツ。これ後ろ側ですね。これは使いません。この腰の前のパーツ。これの後ろ側にピンが2つあって、ここにさっきそれぞれ左右で分けた造形のこのパーツを取り付けます。で、この赤いパーツの造形に注目してください。こっちは突起があります。突起がある方が前。 だから、ここのくぼみにぴったりはまります。こ反対側も同様。だから、これは、こうなるわけですね。まあ、これ、形が、こういろいろと変わっている場合は、ここはロールします。こういう風になっていれば、OK。ここのくぼみに、上半身を取り付けて、下半身のこのパーツを被せる。3箇所。 しっかりビスを止めたら、これでアップグレード完了ださあ、ここ動くかなおめっちゃ硬いうーん、ビスをきつく締めすぎたかなあ、緩くすると動くな。ちょっと気になるな、僕。おそらく個体差あると思うんだけど、硬い場合は、まあ、取り付ける前に、一回、この赤いパーツのレールになっている部分。 ここの全体をデザインナイフとか、もういらないカッターとかで、こう削った方がいいですね。僕のワンポイントアドバイスなんですけども、このレールの部分、ここの、この円ができている内側、ここをよーく削ってください。それから、ここの部分、こういうところを、よくやすってください。裏側も同様。大体の目安として、このレールに取り付けた時に、もうゆるゆる、すっぽすっぽのぐらいがちょうどいいです。 こう、なんていうのかな。元のままだと適度な渋みがあるんですよね。これがもう本当にゆるゆる。こう手を離すと取れるぐらい、ゆるゆるの方がちょうどいいです。で、これを再び組み上げると、よしできたぞもう完成です。この、ここで、この硬いところ、これを調整してあげるといいです。で、ここに、元々の加工前と同じ、ここに止めれば、 アイアンハイドアップグレード完了だご覧ください。ここ、なくなってますよね。このようになっています。あー、これいいわ。全然違う。全体はこんな感じ。ちょっとブレードさんに聞いてみよう。どう、はい、これ。 ああ、本当に、あのー、うんア。アニメの再現度がより高くなりましたね。うん、ねえ、アニメの再現度すごい高くなったね。はい、うん。こうやっぱスッキリしてます。はい。ああ、こうちゃんとこうディテールがあるんですね。全くここがなくなるんじゃなくて少しこうディテールがあります。あとは可動範囲えっ、ー、と、もともとここに側がついてたんで、あんまりこう大きく開脚できなかったと思うんですけども、このように横に開脚できるようになりました。 で、改造中にお見せした通り、さっきの側はここに来て、で、ここの部分にヒンジがあって、ちょっとこう、こここれとの干渉を避けます。これもいいアイディアだなぁ。側が消えました。ちょっと見比べてみましょう。こっちがアップグレードしたやつ。で、こっちがアップグレード前。うん、やっぱ全然違いますね。こっちのない方がスッキリしてて、うん、やっぱ僕はこっちのがいい。というわけで、同様の工程で、じゃん ラチェットも改造を施しました。パーツの形は同じで色だけが違います。なのでディテールは同じです。さあ、次はビークルモード。それぞれ見ていきましょう。まずは全体はこんな感じ。このラインのところも綺麗ですよね。アイアンハイド。ラチェット。うん。この分割線が多い。 のが、このラチェット型の、まあ、特徴でもあるんだけど、ちゃんと一体感があります。まあね、あの、個体差なんだけど、僕のラチェットだけ、あの、こっちは問題なかったんだけど、こっちはね、なんかこう、綺麗に噛み合わないんだよね、この辺とか。まあ、だけど、このキットの部分とかね、まあ、これは、特に気にならないかなぁ。トランスフォームアップグレード箇所。ここですね。ここは、普通に、 手順は同じですね。ここを上に上げて、このパーツ、この中にアップグレードしたパーツが入っています。で、ここ、このヒンジを、ワンクリック、開いて、このまま被せます。で、再び、元に戻す。戻すときも同様の固定の逆ですね。この部分、これがこのまま、 足を下に下ろそうとすると干渉するので、ここを伸ばす。で、これ伸ばした状態でもさらに干渉するんで、こうちょっと、ちょっとだけ、こっちに斜めにしながら、こう向けてください。反対側も同様。これをこっちに、ちょっとこう斜めにしてから、後ろに持ってくる。そうするとこのようになります。で、ロボットモードからビークルに戻すときも同様で、 この足をちょっとこっちにして、こういう風うに持ってきてください。こう。ここがポイントですね。まあ、基本、ほとんど変形工程変わらないです。再び、ここを押し込んでロック。この渋みもいい感じですね。しっかりロックされます。これで、ロボットモードの完成。 ロボットからビークル。逆の手順も同様に問題なく変形ができます。というわけで今回のシャドウフィッシャー、アイアンハイドと、ラチェットのアップグレードキット、SFM03 と04のレビュー、いかがだったでしょうかまあ、これは完全に人のそれぞれの好みなんだけど、ま、あこの側がね、気になるなっていう人、もうぜひこれ試してみてください。作業時間はおおよそ30分ぐらいで終わったんだけど、さっきお見せしたように硬い部分がありました。なのでそこの調整 こうし、なんていうのかなプラスチックの、こう、少しずつ、こう、鳴らしながら調整したんで、まあ、だいたい1時間ぐらいかかりました。ですが、そんなに難しい加工の工程がないので、初めてアップグレードをさせるっていう人にもおすすめです。気になった方、ぜひ、ゲットしてみてくださいというわけでね、あの、ブレードさん。はい。あの、僕の <laughs>、レビューの撮影風景を、ここまで見て、ど、どうでしたかああ、本当に大変でしたね。<laughs> あの、<laughs> うん。 1ステップずつあの、うん、丁寧にや,やらなきゃいけないのであのあ<ー>本当に疲れたんじゃない <laughs> <laughs> 僕は丁寧にやれてましたかね <laughs> はい本当にいやお疲れ様でした<エ> <laughs> 今回の動画面白かったな楽しかった参考になったという方チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いしますそれから僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと 更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。あと、はどんな靴でも結構です。おーたふわ、俺こっちの方がいいよ、とか。あー確かに発売された頃、ちょっとここが気になるなっていう声があちらほらあったねとか。あー僕もやってみようかなとか。どんな靴でも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おーたふわと、トレードでした。またねー。